アメン。今日はイエス様の血潮によってまた父は清いものとされました。心が清いものは神の御とあります。主を信じ期待して礼拝に捧げていきましょう。神は私に、神は私に清い
地にあります。私たちは喜びを持って賛美を持ってあなたの御前に大胆に進んでいきます。全ての悲しみ、全ての悲しみ、全ての恥を主の喜びに変えてしまおう。全ての病、全ての病、主の力強い臨在の中で私の嘆き悲しみ、全ての苦しみ、全ての病は主の完全な統治の中にあって、完全な癒しがなされ、完全な解放がなされ、主の喜びへと変えられます。今日主の喜びが満ち溢れます。主の偉大な御業がメッセージの中を通して、賛美の中を通してなされていきます。主はあなたに期待します。主はあなたを求めます。
様の血潮をいただいて、ますます主の御座へ近づいていきます。愛の御座へ主よ、我を清め、主の血自由にする、主を崇めるその時、我が全てを捧げます。主の手我がため裂かれ、主の足我がため刺された。今は私が生きることなく、ただ主のため生きる。主の手に我が手を重ね、主の足に我が足重ね、主と共に死に、主と共に生きる、永遠に主のため生きる。ただ主のため主の血、主の血我を清め、主の血自由、
今日もあなたの愛の証である十字架の血潮が流されているこの恵みを感謝いたします。あなたの血潮によって清められ、私自身をあなたの御前に清い生きた供え物として捧げることができるこの特権をありがとうございます。主、あなたの十字架の恵みによって私は死んで、主よ、死んだものです。自分に死んだものです。しかし主、あなたによって生かされていることを覚えて感謝いたします。私が生きるのではなく主ご自身が生きています。今一度私の手を主の手に重ねます。私の足を主の足に重ねます。主を受け取ってください。私の歩みではない、私の歩みではなく主はあなたの歩みです。私のために生きているのではなく主はあなたのために生きるのです。主のために生きます。主のために捧げます。愛されているから主のために捧げます。愛しているから主のために捧げます。
今日も私たちを愛し、私たちにご自身の恩命を注いでくださっている主の恵みを感謝します。主の目は本当に愛に燃える炎であり、私たちを全てをかけて愛する目でありますし、それゆえに主が主のために語っておられます。私の他に神々があってはならない。私はあなたを愛する者、私は妬む神である。主のその愛の炎は私たちをもう全てをかけて愛すると同時に、私たちの心が他に向くとき、それが妬みの炎に変わります。今日私たちの心を主に探っていただきましょう。そして今本当に自分の中に他の神々が置かれていないか、思い煩いが自分の心を収めていないか、心配事が自分の心の真ん中にないか、この世のさまざまな出来事、この世の楽しみ、それが自分の心の中を収めていないか、今それが全て聖霊の火によって焼き尽くされ、礼拝を受けるのはただ一人、主ご自身が礼拝を受けるべきお方です。私たちは礼拝を礼拝しているのでありません。私たちは主ご自身を礼拝しています。礼拝を受けるのはただ一人、このお方だけです。今聖霊様の火が我らのうちに下り、脱穀場の隅々まで焼き尽くし、全てのもみ殻を焼き尽くして、私たちの心がまっすぐ主に向かう、全ての思い煩いを焼き尽くし、全ての主に喜ばれない性質を焼き尽くし、主ご自身の喜ばれる精錬された主の炎によって表される主の御がこのところで解き放たれていきますように。今しばらく精霊様の炎を求めて祈っていきましょう。Yeah.
を作り変える。イエスキリストの血潮と聖霊の火を受け取ります。感謝します。我らの礼拝の中心である主ご自身を褒めたたえます。もう一度私たちの感謝を持って主の名を褒めたたえ、主に大きな拍手を送りましょう。アメン。感謝します。アメン。さて、この主ご自身の臨在を絶えず絶えず歓迎しつつ、主がこの真ん中に座してくださっていることを感謝し、そしてこの主の愛を持って主の恵みを受けて、お互いを祝福する時間を持っていきたいと願います。できる限り多くの方とですね、シャローム、この言葉に本当に偉大な宣言があります。この宣言をもたらする中において、和解がもたらされます。解放がもたらされます。癒しがもたらされていきます。自由がもたらされていきます。今できる限り多くの人と挨拶の時間を持っていきましょう。シャローン。アレルヤ。感謝します。今日も共に私、神の家族としてこの場所に集められ礼拝できる特権恵みを感謝します。私たちの全てのものの名の元である父なる神にもう一度大きな拍手を送りましょう。アメン。感謝します。そして喜びを持ってですね、感謝の捧げ物を捧げたいと思いますが、皆さん、これは本当に喜びの捧げ物です。ちょっと横の人をですね、見て、最高の笑顔で見てあげてください。本当にですね、これはしかめつられ、なんかちょっと微妙ないですね。シャイの霊が働いてますので、もう一回ですね、横の人見てですね、ちょっと笑顔をプレゼントしてあげてください。私たちはこれ本当に喜びの中で捧げる捧げ物です。本当に感謝を持ってこの捧げ物を捧げ、これを捧げることができるのは特権であることを覚えてですね、捧げたいと願いますが、今日捧げるその捧げ物を手に持ったなら、それを祝福し祈りたいと願います。この幕信仰の種一つ一つが良い地の地味を結ぶ種となるように祝福いたします。天のお父様、私たちに多くの実を刈り取らせてくださる。またそれと同時に幕種をもさらに与えてくださる。主の名を褒めたたえます。私が幕種は無駄にこの地で終わってしまうものではなく、30倍60倍100倍多くの実を天においても地においても結ぶ、その実でこの種であることを感謝します。どうか主よ、私たちのまくこの信仰の種をイエス様の血潮において性別し清めてください。そしてこれらをまくときに、私たちの人生の中から本当にこの貧しさの力が打ち砕かれていくことを宣言します。病の力が打ち破られていくことを宣言します。絶えず天の窓が開かれ、天の穀物宝物蔵から絶えず主の恵みが我らの目に注がれ、そして私たちはその豊かさを持って大胆に惜しみなく捧げる、その人生が与えられていることを感謝します。今日私たちのまくこの種にイエスキリストの血潮を宣言します。感謝を持って捧げます。主よ、喜びを持って主が受け取ってくださることを感謝します。愛するイエスキリストの名前を通してお願いいたします。アメン。Stop it!
座る前に立ったまま私たちは共にイエス様と主に向かって叫びましょうか。3、はい、イエス様、どうぞ座りください。アメン。私たちにますます鳩のような目が与えられることを祝福します。イエス様だけをいつも見つめて、イエス様に向かってまっすぐ歩む、その歩みが私たちに与えられることを祝福します。いくつかアナウンスしたいんですが、私はしょっちゅうこれを忘れてしまうんですが、今日初めて新宿シャローム教会にいらした方、もしくは第三礼拝が初めてという方、もしいらしたら立ち上がっていただいてもいいでしょうか。歓迎したいと思います。いらっしゃいますか。あ、歓迎したいと思います。お礼ちゃんが前にいた教会の方のお母さんですね。私たち歓迎したいと思います。ありがとうございます。そしてですね、今日はですね、いつも第三礼拝が終わった後にセルグループというのをやっているのを皆さん知っておられるでしょうか。特にですね、礼拝の中であまり言うことがないので、ひょっとしたら知らない方もいるかもしれないんですが、セルリーダーという力強いリーダーたちがここにですね、小さい牧者のような方々がここに立っていてくださって、お互いに小さなグループを持って礼拝の後に集まっています。セルリーダーの方、その場所で立ち上がっていただいてもいいでしょうか。もし後ろにいたら手を振っていただいたりとか。はい、いつも忠実な働きを感謝したいと思います。はい、全部で十数人リーダーはいると思います。ぜひですね、教会のメンバーの方はセルグループに入るということができると、メンバーシップの説明の中にもあったと思うので、ぜひメンバーの方、セルグループにつながって、共にもっとさらに恵みを受け取っていけるように、していきましょう。はい、ですね、そして、アナウンスなんですが、3月はですね、16日から19日の4日間、パク・ホジョン先生が来てくださって、三条の水君に関して教えてくださることになっています。感謝したいと思います。本当に先生はですね、三条の水君に関してすごく深く研究しておられる方なんですね。実はずっと祈りの家セミナーとしてここに来てくださって、励ましてくださっていたんですが、どうしても三条水君に関して教えたい情熱がすごい燃え上がってるんだと思うんですね。なのでそれをここでですね、解き放っていただけたらと思っています。16日から19日、細かい集会の時間等は後ろに掲示板、またホームページ等に書いてありますので、よろしくお願いします。月に1回ハレルヤカフェで礼拝を持っていますが、3月は第1週目なんですね。3月の4日持たれます。もし行って応援したいという方はですね、斉藤明兄弟そこにいますが、斉藤明さんの方にお声かけください。よろしくお願いします。はい、そしてですね、はい、大丈夫かな。今週からはですね、フィリピン礼拝が場所、別館の場所を使わなくなったんですね。今は高田馬場で礼拝をしている頃ではないかなと思います。私たちはですね、ぜひ彼らが本当にますます祝福されて、大きく力強い教会になっていくことを祝福したいと思います。はい、では今日のメッセンジャーは慎吾先生、講談に拍手でお迎えしたいと思います。ハレルヤ、お願いします。アメン。もう一度大きな拍手をイエス様に送りましょう。ハレルヤ。私たちの本当に礼拝感謝、すべてイエス様にお捧げいたします。アメン。一言お祈りいたします。天の地なる神様、今日すでにあなた様の臨在がこの中にあり、主が私たちの礼拝を受け取り、かぐわしい子として主ご自身の御前に礼拝が立ち上り、あなたが喜び楽しんでくださっていることを感謝します。知恵と啓示の御霊であられる聖霊様、歓迎いたします。私の心の目を開いてください。この地上のことにとらわれている、そこから天のものを見ることができますように。あなたの召しに基づく望み、生徒たちが受け継ぐもの、それがどれほどに偉大であり素晴らしいものであるか、私たちが知ることができますように。また信じる私たち一人一人のうちに働く偉大な力、優れた力、全能の力、イエス・キリストを死者の中から復活させたその御霊の力、デュナミスの力が私たちのうちに臨むことを覚え感謝いたします。今日私たちの目を開き、御言葉を通しイエス様ご自身と出会い、父なる神をあなたの心を知り、それを行う力、聖霊様から受け取ることができますように。御言葉の教師であられる聖霊様、歓迎いたします。感謝を持って愛するイエスキリストの名前を通してお祈りいたします。アメン。アメン。感謝します。何度も拍手をしてますが、もう一度愛するイエス様、大きな拍手を送りましょう。ハレルヤ。アメン。感謝します。今日ですね、共に第2サムエル記の中から、
私たちがこの終わりの時代に主ご自身の礼拝を回復するということ見ていきたいと思います。第2サムエル記の6章、ダビデがですね、この礼拝を回復するこの歩みを通して終わりの時代に主ご自身が礼拝を教会に回復される、その約束をですね、共に見ていきたいと思います。第2サムエル記6章一節ですね、ダビデはっていうあの始まりになってます。もしですね、ダビデはから始まってなかったらですね、多分第二列王記を開いてます第二歴代史かもしれません。第二サムエル記ですねの6章の一節、一緒に一節からまず五節まで朗読しましょう。第二サムエルの6の1から5朗読したいと思います。はい。ダビデは再びイスラエルの精鋭3万をことごとく集めた。ダビデはユダのバーラから神の箱を運び上ろうとして自分につくすべての民と共に出かけた。神の箱はケルビムの上に座しておられる万軍の主の名で呼ばれている。彼らは神の箱を新しい車に乗せて丘の上にあるアミナダムの家から運び出した。アミナダムの子ウザとアフヨが新しい車を御していた。丘の上にあるアミナダムの家からそれを神の箱と共に運び出したとき、アフヨは箱の前を歩いていた。ダビデとイスラエルの全家は歌を歌い、盾ごとことタンバリン、カスタネット、シンバルを鳴らして主の前で力の限り喜び踊った。アメン。まずここまで見たいと思いますが、この時にもうダビデは総力を挙げてもう国家のすべての力をかけて主の栄光、主の臨在が表されるその契約の箱をエルサレムに運ぶために礼拝を捧げました。その礼拝を捧げた人たちはどういう人たちであったかというと、一節もう一度見てみてください。精鋭3万人を集めたんです。とにかく熟練した者たち、演奏においても歌においてもまた戦いにおいてもさまざまな領域においてもうこの熟練した精鋭部隊3万人を集めました。まあですね、これ現代において何かこう表現するなら、皆さん3万人集会をちょっと想像してみてください。もう3万人の人々が集まり、もう2000、3000人集まる集会でも参加すると、ああこれはリバイバルが来てるって思うんですけど、皆さん3万人が集まってる集会想像してみてください。これはもうリバイバルだ、誰もがそのように言う集会、ダビデは国家規模でそれをしました。しかもですね、ただ3万人が集まっただけではなく精鋭です。国の中でも最も優れた歌い手たち、最も優れた演奏者たち、最も知恵のある者たち、最も力ある者たち3万人が集まる礼拝、皆さんこれリバイバル起こらないはずがないって誰もが期待するような礼拝です。ダビデはそのような礼拝を行ったんです。そしてどのようにして行ったんでしょうか。3節、神の箱を新しい車に乗せて最先端の技術を取り入れました。最もその当時の最先端の技術、それを使い、そして2人のこの人物がですね、その最新鋭の技術、新しい車っていうのを用いて導いてたんです。誰でしょうか。ウザ、そしてアフヨ。でここに重要なポイントがあるんです。聖書の名前一つ一つには意味があります。でこのウザっていうのはですね、力という意味なんですね。これは人間的な力です、人の力。そしてアフヨっていうのは面白い名前ですね。兄弟のようなっていう曖昧な名前なんです。兄弟のような感じ、それがアフヨです。そしてそれが最新鋭の技術でその臨在が導かれていた。実はこれが終わりの時代の教会の姿なんです。最新鋭の技術、そしてそこで最も輝くのは人の賜物、人の力がその礼拝を導き、そしてもう一つ兄弟のような雰囲気です兄弟のような感じ、なんか教会に行くととにかく兄弟みたいだと、なんかウェルカムされている、よくわからないけどなんか愛されている感じがする、まあ、そのようなですね、もちろんそれはいいことですよ。でも何かこう兄弟のような雰囲気、兄弟のような感じ、そして最新鋭の技術、それがですね用いられていくんです。
そしてそのような教会が、ああ21世紀の教会、成功している教会、うまくいっている教会、そのような評価を受けるんですね。でもですね、私は約もう10年ぐらい前でしょうか、ある、まあ、アジアであった世界大会に参加したんです。1万人ぐらいの人々が集まる集会で、全世界から集まってきて礼拝を捧げました。そしてですね、そのもう礼拝はもう演奏者たちも本当に技術の高い演奏者たちがワーシップを導き、そして照明がすごかったんです。とにかく右から左に照明が来、左からも上からも照明が重なったと思ったらまた上に行き、こっちからフラッシュが来たと思ったらこっちからフラッシュが来て、賛美が始まるともう全てが暗くなって、もうフラッシュがとにかくあり続ける。そしてですね、最後の集会においては風船が上から落ちてきて、その風船を触ったかと思うと中から新しい風船が出てきてですね、そしてみんなに風船をもう風船を上げながらですね、賛美してるのか風船を上げてるのかわからないような感じにですね、なってくる。そのようなですね、最新鋭の礼拝カンファレンスにですね、出たんです。で、そのカンファレンスから毎晩ホテルに帰るたびに私は寝れなかったんです。夜遅くカンファレンスから帰ってホテルで寝ようとするけど全く寝れない。なんで寝れなかったんでしょうか。イエス様と本当に感動的な出会いをしたというわけではなくて、フラッシュがあまりにも眩しくて寝れなかったんです。寝ようとしたらですね、もう右から左にフラッシュが来ます。またこっちからこっちにフラッシュが来ます。毎晩フラッシュに照らされている夢を見ます。残ったのは、まあ、もちろんカンファレンスも素晴らしかったんですけど、いまだに記憶に残っているのはフラッシュがすごいということです。ライトがすごいということです。皆さん、人々が礼拝に来るとき、ライトが残ることを願いますか、それともイエス様が残ることを願うでしょうか。帰って寝ようとしたらあんまりにも眩しくて寝れないのじゃなくて、あんまりにもイエス様の愛が麗しくて寝れない、ああ私は主に愛されている、そして私も主を愛している、この尊い愛、イエス様の愛、この愛をもう味わったら私はもう眠ることさえもできない、愛に病んでます。そのように毎週の礼拝に人々が来るとき、家に帰って最終的に残るのはどんな私たちの叫び声でも礼拝でも、またこのメッセンジャーのメッセージ、もちろん御言葉は残る必要がありますが、このメッセンジャーの声は消えていかなければなりません。最終的に残るのはイエス様ご自身であることを願います。私たちはそれをひたすら追い求めようではありませんか。だから礼拝を礼拝するのではなく、私たちは主を礼拝する必要があります。マット・レッドマンという器がですね、以前に有名な話ですけど、ハート・オブ・ワーシップという賛美を作りました。彼らの礼拝はもうその当時ロンドンにおいてはもう超一流の礼拝をしてたんです。人々があんまりにも素晴らしい礼拝に集まり、そのワーシップチーム、そこで捧げられる礼拝感動し、そしてたくさんの人々が教会に満ち溢れました。しかし彼らは途中で気がついたんです。人々は主を礼拝しているのではなく礼拝を礼拝している、演奏を礼拝し歌を礼拝し、なので彼は導かれ、演奏チームを全て排除して数ヶ月間ただ歌とピアノ、本当にシンプルな礼拝を捧げました。その中でできたのがハート・オブ・ワーシップ、本当に心からの礼拝に主を帰ります、もう悔い改めと同時に賛美が湧き上がってくる、そのようなもう全世界で今歌われている賛美が作られたんです。マット・レッドマンですね、本当に私は尊敬するワーシップリーダーの一人なんですね。まあ私はワーシップリーダーじゃないんですけどしかし本当に彼を尊敬する理由は、何度か集会に参加したことがあるんです。ワーシップのでたくさんの超一流の世界的な礼拝者たちが礼拝する中で、マット・レッドマンが立つと礼拝が変わるんです。マット・レッドマン、皆さん見たことありますか。見た感じはまあ本当にお兄ちゃんって感じですね、まあ、おじさんって感じです。なんかですね、もうちょっと表現が悪いんですけど、ちょっとじゃがいもみたいなんですまあ本当にですね、こう見た感じのなんかこう洗練されてる感じっていうのはなく、まあ本当にジーンズと T シャツとかで出てくるんです。でですね、他のワーシップリーダーたちはもうアーティストみたいなんです。もうかっこいいんです。でもマット・レッドマンは何か人を魅了する、この見た目そんなに多くありません。で歌声も
ものすごい歌いうまいわけではないんです。もちろんうまいんです。でももっとうまいミュージシャンたちがいっぱいいるんです。しかし何人もミュージシャンたち、ワーシップリーダーたちが登場する中で、他のワーシップリーダーたちが登場すると、ああすごい、ああこの歌有名だ、ああ本当に歌に酔いしれるんです。しかしマット・レッドマンが出た時には、マット・レッドマンがステージから消えるんです。彼はいるんです、そこに。でも彼が見えなくなるんです。手を挙げて、ただイエス様礼拝したい、ただイエス様が素晴らしい、ただイエス様あなたをもっと知りたい、その情熱が内側から湧き上がってくるんです。私は初めて彼が導く賛美に参加した時に、もうこういう経験を初めてしたんですけど、もう賛美の中で悔い改めが起こったんです。でどうすることもできなくなって、もう主よ、内臓をひっくり返したいと思ったんです。口に手を突っ込んで、私の中にあるものを全部あなたの前に出したいと、そのような賛美の中でも献身の情熱が湧き上がってきたんです。彼が賛美すると、自分の歌声でも演奏でも自分自身の魅力でもなく、イエス様ご自身へと目を向けるんです。皆さん、そのような礼拝者になりたいと願いませんか？そのようなメッセンジャーになろうでありませんか？そのような主の器になろうでありませんか？その秘訣は本当にシンプルな秘訣です。毎日私たちは 主に恋に落ち、毎日栄光をお返しし続けること。マット・レッドマンはですね、有名なミュージシャンです。ワーシップリーダーです。しかし彼は自分の番が終わると、楽屋からすぐに ステージから降りてきて、回収の一人になるんです。そして彼はその場所で手を挙げて、ただ一人その場所で礼拝者として主を礼拝します。その礼拝者がステージに立つと、人々を礼拝の中に導き入れるんです。なので私たちはですね、人の力や賜物、また何かこう雰囲気ではなくてですね、皆さん雰囲気っていうのはある意味もちろん照明も必要です。洗練された技術もう、このキーボードの音、ギターの音、すごくですね必要なんです。ワンシングカンファレンス、 IHOP のカンファレンスに2015年の終わりに参加したんですけど、そこで一つのですね、まあこの教会からのチームが来ていて、ものすごかったんです。もう音作りがうまい。それだけではなく、彼らはその全ての技術を持って礼拝するんです。なんとコーラス隊はいなく、2人のワーシップリーダーが立っているだけなのに、もう1000人ぐらいが歌ってるじゃないかっていうような、もう会場中が礼拝の中に入っていき、そしてもうその時礼拝が終わらなかったんです。メッセンジャーが出てこようとするけど出てこれない、もうひたすらこの礼拝が続いていきました。そうです、技術を用いてももちろん私たちは礼拝することができます。でもここを履き違えてはならないのは、技術に頼りすぎてはならないということです。あのキーボードの音がなければ、あのドラムの音がなければ礼拝できない。皆さん、これはもう主を礼拝しているのではなく、音楽を礼拝しているんです。もしこのライトがなければ、あの心もう踊りたくなるような、あの叫び声がなければ礼拝できない。これは皆さん、主を礼拝しているのではなく、雰囲気を礼拝しているんです。その時には、迫害が起こった時には、私たちは信仰を保つことができません。私たちはどの場所でも礼拝し、一人でも礼拝し、楽器がなくても礼拝し、ギター一本でも礼拝し、ピアノ一個でも礼拝し、アラノでも礼拝する礼拝者になるということ、一緒にそれを目指していこうではありませんか。雰囲気は何か作ることができます。スモークがあってですね、そしてブルーのちょっと暗めのライトがあってですね、そしてもうキーボードの音がふわー流れ始めると、みんな、ああ主の臨在が来たと思い始めるんです。でもそれはある意味人が作っている演出の一つなんです。モーセの律法を読んでいますと、祭司が使う油と、また香、主の宮で炊く香に対する規定があって、それっぽいものを作ってはならないっていう、まあこれは私役なんですけどそれに近いもの、似たものを作ってはならないというあの規定があるんです。ちゃんとした調合でなければならない。だから私たちは主の臨在みたいなものを作ることができるんです。主の栄光のような感じをこの表現することができるんです。もちろんそれらが全部悪いと言ってるのではなく、そこに頼るところに問題が起こります。
このダビデがしていた礼拝は実はそのような礼拝だったんです。最新鋭の車、その当時の最も優れた技術を使い、そして自分たちの賜物力という器が導いていました。そして何か人間的な愛、兄弟のような感じ、そのような雰囲気がその礼拝を導いていて、皆がもう狂ったように礼拝していたんです。バカ騒ぎと本当の礼拝の違いというのを今日見たいと思います。ここで五節でしていたのはバカ騒ぎなんです。もう人々はもう酔いしれてました、礼拝に。しかし主はその礼拝を喜ばなかったんです。先日私はですね、高松に金土日使わされていきました。本当に素晴らしい経験をしました。ハレルヤチャーチというですね、山川哲平牧師が牧会する教会で使いさせていただいたんですけど、その教会を見た時にもうここに日本の希望があるということですね、思いました。60人ぐらいの人たちが集まってるんですけど、なんと30人は子どもたちです。あの場所にはですね、もう豊かな子沢山の油すげー与えられてるんです。山川牧師は9人子どもがいます。なので最近ですね、もう私は4人子供がいます、5人子供がいますって言っても全く驚きません。あまりにも山川牧師がアベレージを上げすぎてるんです。12人まで行くことを信じます。まあ、勝手に人の家のですね、計画を信じて申し訳ないんですけど、しかしですね、本当に彼らだけではなく、そこにいるもう家族たちみんな子供5人とか4人とか子沢山で、そのクリスチャンホームの子供たちが集まるだけで30人ぐらいの子供がいるんです。そして何が感動したかというと、彼らはゲームがあって楽しくて教会に来るわけではなく、彼らは礼拝するために教会に来るんです。子供たちがワーシップチームが礼拝導いている中で、一人女の子がもう前でですね、一番貫禄がある預言者のようにですね、賛美をこう導いていて、もうこう手を振りながら祈ってるんです。後ろでワーシップチームが導く子の前で、その小さな子供が手を挙げて、もう預言者のように涙を流しながら祈ってるんです。後で年齢を聞きました。一番そのワーシップチームの中でなんか貫禄があるそういう子供だったんですね。後で年齢聞いたらなんと3歳だったんです。皆さん、3歳の子が涙を流して礼拝してるんです。礼拝してる真似をすることはできるんですけど、涙までは真似ではできないんです。本当に涙を流しながら最も誰よりも大きい声で賛美し、そして回収を取り出して祈ってるんです。そして子供たちは御言葉を蓄え驚いたんです。7歳の男の子がなんとマタイの福音書1章から28章まで全部暗記してるんです。信じられないことですね。1節からじゃないですよ、1章から28章までです。これは普通ではありえないことです。言ってもらいました。そうするともうあの1章の家系図全部言い始めるんです。なぜ彼らはそのように覚えたかというと、まあ、彼らの家ではですね、まあ、メディアは見ないでずっと聖書の朗読を聞いてるらしいんです。で、子供の頃からそれを聞き続けた結果、なんとその御言葉が入ってそれが出てくるようになったんです。そのように礼拝者の子供たちが集まるその場所でですね、まあ、この哲平牧師のですね、子供の、まあ、4歳の男の子がですね、今年になってから天国によく行くようになったんです。天国に訪問する、そしてそこでイエス様と出会うんです。実はその男の子は今まで数を数えれなかったらしいんです。しかしですね、天国でイエス様が数の数え方を教えてくれたらしいんです。1だよ、2だよ、3だよ。で、なんとその夢から覚めた次の日からその男の子は数を数え始めたんです。お母さんも驚きました。またその男の子はですね、ご飯をあんまり食べなかったんです。ご飯の時にいつもわがまま言って少量しか食べませんでした。しかし夢の中で天国にいた時、イエス様からご飯を食べなさいと、私あなたがご飯を食べることを願うよって言って、なんとその次の日からご飯いっぱい食べ始めたんです。イエス様がいろんなことを教えてくださるんですね。で、その男の子とある時、2歳上のお姉ちゃんがですね、同じ部屋で寝たんです。そうするとなんとその夜お姉ちゃんも天国まで行ったらしいんです。でもお姉ちゃんは天国の入り口までしか行けませんでした。でもその男の子は天国の中にいたそうなんです。でも天国というのは全ての情報が一瞬にして分かるそうなんです。だからお姉ちゃんが外にいるとき、あ、弟が中にいるって分かり、弟もお姉ちゃんが入り口まで来ているっていうのが夢の中でお互い分かったらしいんです。そしてですね、なぜそれが本当だと分かるのかというと、
そのお姉ちゃんがですね、まあ、お姉ちゃんなのでもう少し言葉が話せます。朝起きてきた時にお母さんに言ったらしいんです。お母さん、今日の4時お母さん起きて教会に行ってたねと。車に乗って、なんで知ってるのと。あなた寝てたでしょと。実は今日天国からお母さんが車に乗って教会に行くのが見えたんだと。そしてお母さんが教会に着いたら、お母さんの体は教会にいたけどお母さんの霊は一緒に天国に来てたよと。その時お母さん励まされるんです。ああ、教会に行くことは天国に入ることなんだ。教会にいるっていうことは天とつながっていることなんだ。そうです、すごく大きな励ましを受けるんです。だからですね、その男の子と一緒に寝たら天国に行けるっていうので、もう兄弟たちみんなが男の子を取り合いになってある時にはですね、もうその男の子を囲んで兄弟たち全員が寝たらしいんです。そしたらもうあんまりにも狭くて、もうみんなの足で蹴られたりしてですね、その夜男の子はほとんど寝れなかったらしいんです。誰も天国に行けず、次の日はもう睡眠不足でストレスになったらしいんです。だからもうあんまりにもストレスになるから、一緒に寝るのはやめようということになったんですけど、とにかくそのように天国を見て帰ってくる。でですね、その天国を見る中でいろんなことを主から見せてもらうんですね。釣りをしたり、いろんな天の食物を味わったりします。でお母さん聞くんです。天国で一番何が良かったって。天国で一番何が楽しかった。そうするとその男の子がすぐ答えたのが、イエス様って言ったんです。イエス様が一番素晴らしかった、イエス様が一番良かった。そうです、皆さん、最終的にはもう証明がなくなるんです。黙示録読んでみてください。主がその都の照明である。主がその都の光なんです。月も太陽もないんです。イエス様ご自身が全ての光なんです。だからもちろんいろんなものを使うのは、それを批判しているわけではありません。それを間違っては捉えないでください。それら使うのもいいことです。でも私たちが最も着眼するところ、注目するところ、第一とすることは、技術以上にイエス様ご自身です。このお方が光であり、このお方が望みであり、このお方が最も良いお方であり、私たちの礼拝の中心であられるお方です。ダビデはですね、そのようにもう人の力で礼拝し、そしてもうバカ騒ぎのように酔いしれていた。その時に大きな問題が起こります。6節一緒に読みましょう。6節7節読みたいと思います。はい。こうして彼らがナコンの内場まで来たとき、ウザは神の箱に手を伸ばしてそれを押さえた。牛がそれをひっくり返しそうになったからである。すると主の怒りがウザに向かって燃え上がり、神はその不敬の罪のために彼らをその場で撃たれたので、彼は神の箱の傍らにその場で死んだ。アメン。そうです、このナコンの内場というところまで来たときに問題が起こるんですね。神の箱がひっくり返りそうになります。つまり臨在が傾いたということですね。私たちが一番注意しなければならないクリスチャンの生活、また教会の歩みにおいても、一番危険なのは、実は何か失敗するとき、試練に遭うとき以上にうまくいっているときです。そしてもちろんうまくいくことが悪いことではありません。このようにうまくいくときには危険なんです。それは主なしでうまくいくときです。自分たちの方法や自分たちの賜物や自分たちの力や自分たちの何か技術によって物事が進み成功しうまくいっているとき、これが最も危ない状態なんです。これがですね、私はラオデキア状態と呼びます。ラオデキアの教会はですね、そんな言葉はないんですよ、勝手に作りました。ラオデキアの教会はどういう教会だったかというと、もう私は豊かになった、足りないものは何もない、乏しくない、全てのものを持っている。しかし彼らには主が真ん中にいなかったんです。自分たちの方法で繁栄してました。ラオデキアって言葉自体がラオス、デクトス、2つの言葉からできています。ラオスとは民衆、人々、デクトスっていうのは喜ばせる、つまりこれ終わりの時代の教会の姿なんですけど、人々を喜ばせる教会、人々の満足を求める教会。
どれだけ主の臨在がやってくるかということよりも、人々がどれだけ居心地よく感じるか、もちろん配慮することは大切です。でも人々がどれだけ快適に礼拝に座り、またそのシートを温めてくれるために次の日曜日に来てくれるか、だから人々の心が本当にこの教会から離れないように、いつも人々を楽しませ人々の心を満たさなければならない。これがラオデキアの教会の状態だったんです。その中においてはもう豊かになった、足りないものは一つもない、私は乏しくない、そのように彼らは言ってたんですけど、最も大切な主がその教会から締め出されていたんです。なんと主がその外でノックしている状態だったんです。皆さん、自分の知らないところで誕生祝いされてたらどうですか？誠君どうでしょうか？中島誠誕生会、近くのですね、もう新宿のホテルで祝われてるんです。誠君おめでとう、私たちは誠君が大好きだ、誠君の誕生日を私たちは祝い、そしてみんなで誠君の誕生日を喜ぼう。しかし誠君はその誕生日会に呼ばれてないんです。集会の外に出されて、外で誠はここにいる、誠の聖書に入れてくれ、ちょっと違うんですけど、とにかくですね、ここにいるんだ、そのようにですね叫び続けている。でも皆さん、これが終わりの時代の教会であると黙示録に書かれているんです。私たちは自分の方法で満足し、自分の方法で楽しみ、そして今日の礼拝が良かったかどうか自分の基準で評価するんです。皆さん、私たちは礼拝良かった悪かった言えないんです。さあ、ありがとうございます。もう真島先生が強く同意してくださいました。礼拝を評価されるお方はただ一人、主だけです。私たちは礼拝を受けるために来ているのではなく、捧げるために集まっているんです。主が良かったって言ってくださる礼拝を捧げようではありませんか。それは一つの一点によってその主が受け入れてくださる礼拝になります。それは後で後半見たいと思います。とにかくですね、このナコンの内場という時に来た時にひっくり返りそうになったんです。この内場だから、皆さん、何か私たちが自分の方法で前進できない時、これ以上前に向かって進めない時、何か失敗を経験したり敗北を経験する時、実はその時は最も大切な時であるということを覚えたいと願います。実はその時、私たちは主の声を聞くことができるようになるんです。もう一度立ち止まり、悔い改めて、ラオデキアの教会に注がれる必要があったのは熱心な悔い改めですね。私たちもその内場に来て自分の方法が壊された時に熱心な悔い改めをする必要があります。この内場に来た時に、まず私たちは自分の心の動機を探ることができます。イエス様はですね、来られた時に、まあ、開かなくて結構です、マタイの3章でバプテスマのヨハネが言います。この方は聖霊と火によってバプテスマを授ける方である。そしてその聖霊と火は脱穀場の隅々まで焼き尽くし、麦を蔵に納め、そして殻をすべて焼き尽くす。そうです、皆さん、この脱穀場というのは内場と同じ言葉です。この内場、脱穀場というのは別の意味では終わりの時代です。最後のところまでは私たちなんとか進んでいくことができるかもしれない、自分の方法で力で。でも最後の最後は主の方法で進まなければならない。そうです、その内場に今来ていることを覚えます。終わりの時です。その時にまず探られるのは私たちの心の動機です。私たちの中にもみ殻のようなものがないでしょうか。主はそれらすべてを焼き尽くすことを願っておられるんです。もみ殻とは何でしょうか。皆さん、もみ殻見たことあると思いますがまあ、もみ殻で想像できなかったらですね、枝豆想像してみてください。枝豆食べるんです。で、殻をですね、ゴミの方ではなく実の方に置く人がいるんです。で、食べようと思って枝豆があるって掴んだらないんです、中身が。形はあるけど中身がない、それがもみ殻です。まあ、落花生でもいいです。落花生食べよう、割ってみたらもうこれは殻のものであった。そうです、何か
見た目には形があるけど中の実が ない状態、これがもみ殻です。今日聖霊の日によって探られ、私たちの宗教的な心、それはもみ殻です。皆さん、私たちは習慣で日曜日この場所に集まり、本当にこの何か来なければいけないから来るのではなくて、そのもみ殻を焼き尽くされようではありませんか。そして真心から礼拝するためにこの場所に集まるという方、また見えるところは経験であっても、その実をご自身を愛する生き方を否定するような生き方、御言葉を知っていてもそれを行わないような生き方、また私たちの怒り、許せない思い、訴え、私たちはこのアフヨのようにですね、兄弟のようなものではなく、皆さん兄弟になろうではありませんか。そのためにはこの一点でしか兄弟になることができません。それは一緒に十字架を背負うということです。第一礼拝でですね、今日孤児の霊ということを分かち合いをさせていただきました。アブシャロム、この後の章に出てくるダビデの子供は孤児の霊を持っていたんです。彼は孤独でした。そしてもう親に反逆し、最終的に戦死します。その時記念碑が見つかるんです。彼が生きている間に建てた記念碑で、それは彼はなぜその記念碑を建てたのかというと、自分には自分のことを覚えてくれている息子がいないからと言ってその記念碑を建てたんです。彼には立派な息子がいました。本当にもう見た目も賜物においても麗しい息子たちがいたんです。しかしアブシャロムの心の中にあったのは孤独だったんです。誰も自分のことを理解してくれない、覚えていてくれない。なので自分の記念碑を建てました。これが孤児の霊の結果起こります。孤児の霊を私たちが持つとき、誰も理解してくれない、誰も私のことをケアしてくれない。で、私たちは何のために生きるかというと、自分のプライドのために生きるようになります。自分のポジションを守るために戦います。自分の名誉のために生きるようになります。自分が人から認められるために私たちは全てをかけて生きるようになるんです。そのために何が起こるかというと、争いが起こるんです。人々が私たちの領域に入ってこようなら、人々を押しのけます。自分の何か持っているものが脅かされそうになったら、全てをかけて戦うんです。これは孤児の霊の結果起こるものなんですね。孤児の霊というのはですね、皆さん、サバイバルのために生きるんです。生き残り、なんとか自分が生き残るために人生を、命をかけます。でも私たちはキリストを通して誠の神の子になる必要があります。神の子供っていうのは何のために生きるかというと、孤児の霊を持っているとき訴えることを特権とします。これは私が持っているものだ、これは私の特権だ、これは誰にも渡さない。しかし神の子供となるときの特権は手放すことが特権なんです。十字架に委ねることが特権なんです。フィリピの2章でイエス様は神の子であられるお方であるにもかかわらず、その神であるということに執着されなかったんです。それを捨てて無にしてこの地上に来られました。そして私たちの罪の代価として十字架にかかられたんです。本当の神の子供の特権は喜んで放棄する、責められるときに許し、何か押しのけられるときに手放し、そして父なる神に委ね、それを通して、なぜそれができるかというと、全部の責任はお父さんが持ってくださっている。自分で戦って守らなくても神が戦ってくださる。神様がちょうど良い時に引き上げてくださる。だから私はもう心配しない、あなたに信頼します。これが本当の神の生き方です。神の子の生き方ですね。なのでもう一度言います。皆さん、孤児の霊を持つとき、私たちはサバイバルのために戦うんです。でも神の子供はリバイバルのために生きるんです。神の目的のために人生を捧げるようになります。そして他の人との競争に生きるのではなく、自分に与えられている神の使命を全うするために自分の人生を捧げるようになります。なのでぜひ本当の兄弟に私たちがなるためには、自分に与えられた十字架、主ご自身の足跡の道を行き、一人一人が十字架を背負って歩んでいくことです。これは夫婦の関係、親子の関係、教会の兄弟姉妹、職場の人間関係においても、またミニストリーの関係においても起こります。
私たちはですね、何か問題が起こるとき何がありますか。いつも人を責めるんです。あの人が悪い、この人がこうだから、あの人が私の気分を悪くさせる、またこの状況が私を気落ちさせる。それをどれだけ言ったとしても私たちは永遠に荒野をさまよい歩くエジプトから出たイスラエルの民と同じような生き方をするんです。しかしですね、実は私たちを何か訴える人、難しい人がいるとするなら、その人は私たちの心の中にあるものを教えてくれている鏡のようなものなんです。腹を立てるとき、実はその人に向かって腹を立てているかもしれませんが、実は皆さん十字架を見てください。自分の中に腹を立てる罪があるということを悟るんです。で、私たちはこのように祈るべきです。主よ、私の中に怒りがあることを認めます。怒りは主からのものでありません。だから私の怒りの罪を認めます。どうかイエス様の血潮で洗い清め、聖霊様助けてください。そうするとき何が起こるんでしょうか。人の力を超えた神の愛が我らの上に注がれることとなります。愛は怒らず、人のした悪を思わず、そのように書かれてますね。怒るっていうことは、皆さん実はこれはプライドなんです。罪の真ん中にあるのは自己中心ですね。怒りっていうのは自己中心から出てくるんです。人が何か正しくて怒ることありますか。私が間違ってて、あの人が正しいんだよって怒る人聞いたことないですよね。あの人が何か傷んでるから私は怒ってるんだ。まあそのようにですね、この何かこう人の人が正しくて怒るってことありません。皆さん意見を聞いたら何が出てくるんですか。全部私ですよ。私が傷ついた、私がつまずいた、私が本当に恥ずかしめられた、私がバカにされた、私の心が痛んだ、全部私私私私です。つまり怒りの中心は私が真ん中にいることから起こるんです。でも愛はそれと逆のことを言っています。愛は怒らず、そして人のした悪を思わない。あ、すごく響きましたね。あ、そうです、愛は人のした悪を思わない。じゃあ人のした悪を思わないためにどうしたらいいんですか。私たちはお互いを見つめれば見つめるほど、私たちは兄弟になろうね、私たちは兄弟って言ったとしても、やっぱり兄弟にはなれないんです。私たちが唯一お互いの欠点を乗り越えて兄弟になることができる秘訣はただ一つ、一緒に十字架を見上げることです。じゃあ人のした悪を思わないためには、神がした良いことを覚えることです。主が私のためにしてくださったこと、十字架で何をしてくださったのか、そのことを思うときに、人に対する怒りとか訴えは皆さんもう小さな借金であるということに気づくんです。イエス様言われましたね、何十億っていう借金を許されたしもべ、そのしもべがもう必死にお願いして主人から許されました。そのしもべが出て行って何したんでしょうか。自分に100万円の借金があるしもべを許さなかったんです。その結果主人は怒って、私が何十億、あなたが払えない借金を許したのに、あなたも同じように許すべきではないか、そして彼を牢獄に入れてしまいます。そうです。なのでですね、人を許さないっていうのは皆さん牢獄の中にいるのと同じなんです。それゆえにどこに行っても問題が起こります。皆さんがですね、今日からこれを持っていきなければならない、どこに行くときにもこれを持ってください。そしたらどうですか。誰かに実演してもらいましょう。じゃあジェミちゃんですね、これを持ってちょっと歩いてみてください。これを持って生活しなければならない、どこに行くときにもこれを持ってください。どうですか。重いです。はい、ありがとうございます。それをお風呂に入るときにも寝るときにもこれを持たなければならない、どうでしょうか。邪魔です。そうですね。じゃあ皆さんこれを持っていけなければならない、どうですか。やりたい人。でも私たちが許さない心を持つというのは同じなんです。どこに行くにも重荷を抱えてるんです。これ持って皆さん生きたら大変ですよ。もう職場に行く気がなくなるでしょう。電車に乗るとき何が起こりますか。いろんな人にぶつかるんです。
なぜ私たちが人生においてやる気がなくなるんでしょうか。情熱が消え去るんでしょうか。もう進みたくないと思うんでしょうか。どこの人間関係に行ってもぶつかるんでしょうか。私たちの心の中にある許さない重荷が問題なんです。それら全部を十字架に下ろすことができます。イエス様がそれらを引き受けてくださいました。許すことができない私たちのために主が代わりに父よ彼らを許してください。彼らは何をしているのか分かっていないんです。どんなに重たいものを背負っているのか分かっていません。許さないことがどれほど深刻なことであるか分かっていません。主よ彼らを許してください。その十字架の前に行くときに正直に言ってください。主よ私はあの人から傷つけられたことで心が痛いです。許せない思いがあります。しかしそれを告白するときに我が子よ私がそれを全部背負った、私から許しを受け取りなさい。そして主が許すことができる力をも与えてくださることを感謝します。この重荷は全部十字架につけられ、それを逆にして今度はもう私たちが大胆に主の約束の道を歩んでいくことができる扉を主が開いてくださることを感謝します。十字架に全ての解決があります。なのでですね、一日のうちに何度でも職場の中で、私たちの人間関係の中で、家庭の中で葛藤を感じ痛みを感じるなら、その都度私たちは十字架の前に行く必要があります。その中で何が起こるんでしょうか。自分自身が作り変えられ、そして自分自身がイエス様の似姿へと変えられていくんです。だからですね、この内場に来るということはとても大きな恵みなんです。そこで脱穀場の隅々まで焼き尽くし、イエス様の血潮はどれほど私たちの腹の奥底に根を張った苦みや痛み怒りさえも全てその根を枯らすことができます。皆さん悪口好きな人いますか。待て、あげないでいいですよ。思わず悪口を言ってしまう、それは根が張ってるんです。箴言には何て書かれてますか。悪い言葉は腹に下っていくって書かれてるんです。もし私たちがいつも批判し誰かを罵り悪口を言ってるなら、それは苦い根として私たちの腹に根を張ります。それを私たちは除草剤を持って枯らさなければなりません。その肉の力、罪の力、皆さん言葉の罪っていうのは本当にこれは深刻な問題です。主の裁きの座の前に立つとき、私たちはこの地上で話し口にした全ての無駄なおしゃべり、この口の無駄な言葉について主の御前に申し開きしなければならないんです。義とされるのも口の言葉により、罪に定められるのも口の言葉によるんです。だからこの口が毎日何を話しているかということはとても重要なことであり、もし悪口をやめることができない、批判をやめることができない、実はこれは霊的な囚われなんです。根を苦い、もうこの根が張った状態です。しかしそれがあるからといって諦めないでください。それがあるからといって責めているわけではありません。私もそこから日々解放されなければなりません。そこで何が必要なんでしょうか。イエス様の血潮、完全に私たちのその苦い根を取り除くことができます。その根を枯らすことができます。肉の力、罪の力、ありとあらゆる汚れたものを腹の奥底から清めることができます。そしてそれと同時に聖霊の火が全てを焼き尽くすんです。私たちの内側はもはや苦みや訴えを入れる場所ではなく、命の水が川のように溢れる場所です。そして私たちの口から命がほとばしり出るんです。以前に椅子で来られた孫正義先生が言われていました。皆さん、この水を一杯一気飲みしたらどうなりますか。胃にたまりますね。じゃあ2本目飲んだらどうなるでしょうか。さらにたまります。5本ぐらい飲んだらどうなるでしょうか。まあ綺麗な表現ではないんですけど、口から水が出るんです。私たちがいつも聖霊の水を飲み、聖霊の水で満たされると、私たちの口から命の水が川のように出るんです。それなのでももはや苦みや訴えや怒りではなく、職場に行ってもどこに行っても私たちの口から人々を励ます塩味の効いた言葉が出てき、折にかなった助けを与える言葉が出てき、そして信仰の言葉があふれるようになります。ぜひ皆さん、今日という時に私たちはこの内場を清めていただこうでありませんか。そして私たちの内側から全てのこの嘘の性質、自分が力を持って占めているその
ウザが取り除けられるように。そしてですね、このウザはですね、まあ、このアビナナブっていうですね、まあ、ものの子供なんですけど、そこに契約の箱が安置されていて、約20年ぐらい契約の箱の下で彼らは子供の頃から育ったんです。だからですね、何が起こったかというと、契約の箱が傾いた時止めたんです。これは当然のことだと思いますよね。皆さんも全員すると思います。傾いた時に危ないと言って止めるんです。なぜそれで主が打たれたんでしょうか。それはあまりにも彼は臨在に慣れすぎてしまったんです。つまり主の臨在に対する恐れがなくなったんです。そして主の臨在を支えるのは自分の力だとまで思っていたんでしょう。それなのでですね、彼はこの主に対する不敬の罪で打たれたんです。私たちは臨在を求めることと臨在になれることは違うということを覚える必要があります。本当に豊かな臨在があり、そしてこの臨在の中で主を礼拝する。しかしいつの間にかその臨在に慣れてしまって、あ、今日の臨在は 60% ぐらいだな、あ、今日の臨在は 70%、 そのようにいつの間にか主の臨在の評論家になってしまい、主の臨在に慣れ親しんでしまい、そしていつの間にか自分の力が何か臨在を運ぶ、臨在をキープする、臨在を支えるかのように思ってしまうことがあります。私たちはそのウザの性質、肉の性質が打たれなければなりません。絶えず主の御前に、主を愛するがゆえに恐れる心を持って、そして臨在、今日新しく主よ、今まで味わったことない新鮮な主よ、あなたの臨在を味わわせてください、その気持ちで主の御前に出ていこうでありませんか。このウザのこの割り込みによってですね、契約の箱が3ヶ月間とどまるんです。オベデエドムというものの家にですね、10節このように書かれています。まあ8節9節10節一緒に読みましょう。はい。ダビデの心は激した。ウザによる割り込みに主が怒りを発せられたからである。それでその場所はペレツウザと呼ばれた。今日もそのようである。その日ダビデは主を恐れて言った。主の箱を私のところにお迎えすることはできない。ダビデは主の箱を彼のところ、ダビデの町に移したくなかったので、ガテ人オベデエドムの家にそれを回した。そうです、ここで3ヶ月間契約の箱を運ぶというそのプロジェクトは中止されるんです。暗礁に乗り上げるんです。でもさっきも言いました、このナコンの内場に来て主が何かとどめられるということは、もう一度私たちが悔い改めて主の本質に帰るための重要な場所なんです。ダビデはこの新しい車を使い、また人の力と何かその兄弟のような雰囲気で導き、あんまりにもバカ騒ぎして礼拝する、それが主の方法ではなかったと気づくんです。で、彼は何をしたんでしょうか。人の良いと思える礼拝ではなく御言葉に帰ったんです。3ヶ月間御言葉をひたすら調べるんです。立法にはなんて規定があるかを御言葉を通し彼は探っていきます。その結果分かったのが、この契約の箱は祭司が担がなければならない。レビ族の子孫たちが車ではなく肩に乗せて担がなければならない。これは歴代史の方にその8人の者が後に担ぐことが記されているんですけど、彼らの名前を全部調べると、彼らの名前はウザ、アフヨとは違う名前です。主に栄光あれ、神は我が力、そのような全て神様に栄光を返す名前の8人が肩にこの契約の箱を背負うんですね。なので私たちは何か主がやめなさい、今止まりなさい、そのように言われるとき、これはもう一度御言葉に帰るときであること、悔い改めるときであること、本質に立ち戻るときであること、主が何かこの場所から語ろうとしておられるということを覚える必要があります。そのときには無理に何か進んでいくことを私たちはやめなければなりません。そのときには私たちの計画通りにいかなかったとしても、待たなければならなかったとしても、主よ、あなたの方法を教えてください。あなたの導きの中で私はそのことをしたいです。そのことを悔い改めを持って祈る時です。で、ダビデはですね、このオベデエドムの家にそれを置いてたんですけど、11節、それが3ヶ月の間どうなったんでしょうか。一緒に読みましょう。はい。
こうして主の箱はカテ人オベデエドムの家に3ヶ月とどまった。主はオベデエドムと彼の前科を祝福された。アメン。このオベデエドムというものの家に契約の箱が運ばれたとき、その家が栄えたんです。繁栄したんです。契約の箱っていうのは皆さん、これがもう裁きになるか祝福になるか、すごくもう慎重に人々が取り扱わなければならないものだったんです。もし私たちが主の臨在を軽んじ、主の臨在を何か自分の目的を達成するために利用しようとするなら、すべてその時には裁きが起こったんです。エリの子供たちはどうだったでしょうか。契約の箱、とにかく戦争で負けそうだ、とにかく契約の箱持っていこうって言って持っていったんです。で、持っていったら勝てるんじゃないか。で、エリの子供たちがですね、契約の箱を持っていったら何が起こったんですか。その時ペリシテ人と戦争してたんですけど、主の怒りが敵のペリシテに下ったんではなく、なんとイスラエルに下ったんです。そしてイスラエルの全兵士たちが病に打たれて、敵に敗北し、そして敵がそれを奪っていってしまい、40年間も、まあ、約サムエルの時代から続けていくと約100年間この契約の箱は失われた状態。サウルの統治する40年間は一度もそれが思い出されることはありませんでした。しかしダビデが王になって権威が与えられて、まず一番最初にしたのが、自分の名誉の働きでも自分の王宮の働きでもなく、主の臨在を取り戻そう、主の臨在が国家の真ん中に必要だ。それがダビデの切なる心だったんです。なので、この主の臨在をどのように私たちが歓迎するか、このサムエルを通して、このエリのですね、サムエルの時代にこの預言者を通してエリに語られた言葉、それは本当に重要な言葉です。主を愛する者を私は愛する、しかし主を軽んじる者は軽んじられる。そうです。なので、私たちが毎日の生活の中で主の臨在を愛しているでしょうか。主の臨在を尊んでいるでしょうか。それはとても重要なことです。もし私たちが心から主の臨在を愛しているなら、何が起こるんでしょうか。オベデエドムの祝福が私たちの全領域に臨みます。これは教会が何か臨在で満たされるだけで終わりでありません。ビジネスの領域が主の臨在で満たされるんです。家庭の領域が主の臨在で満たされるんです。私たちの学校の中に主の臨在を運んでいくんです。私たちが使わされるどこにおいても主の栄光の働きが表されるようになることを感謝します。以前に何度も映像を見たり証を話しましたが、このですね、このマレーシアにあるですねホテルのオーナーはもう熱心なクリスチャンです。彼はもう誰も買い取らないような海洋汚染の進んだ地域を買い取り、そこにホテルを建てるんです。しかし彼は主を愛する者、主を礼拝する者、このホテルの中心に私がしたいと、そのホテルのオーナーが願ったのは、24時間祈りの家をホテルの真ん中に置きます。で、彼は自分の会社のお金を使い、祈る者たち、24時間絶え間なく礼拝する者たちを雇うんです。で、そこで礼拝する者たちが礼拝し、彼らはその祈りの部屋で祈ると同時に、毎朝スタッフのため の、 このホテルで働く従業員のための礼拝の時を持ちます。そして必要があればいつでもホテルのスタッフのために彼らが祈ります。それだけでなく、彼らはホテルを巡り歩き、お客さんがそのホテルにチェックインする前に、必ずその部屋という部屋全部をイエス・キリストの皆で祝福して祈って回るんです。その結果ですね、何が起こったかというと、海洋汚染が進んだその海岸が本当に魚がやってくる豊かなビーチに変わってしまったんです。で、もう初めは誰も手にしないような土地、そんなところでホテルやっても成功しないと言われた地が、今ではなんと5つ星ホテルに変わってしまったんです。全世界から人々がやってきて宿泊します。なぜでしょうか。人々がここには何かこの地上のものを超えた安息がある、ここに来ると本当にリラックスすることができる、そして人々が押し寄せてくるようになったんです。なぜでしょうか。そのホテルの中心に主の臨在があるからです。皆さん、私たちは職場に主の臨在を運んでいく者たちです。それぞれの家庭の中で、学校の中で、職場の中で主の栄光を表す者たちです。契約の箱、見たことがありますか。
見たことがあるっていう人、契約の箱、本物見たことないんですか皆さん。私は本物、あ、見たことある人が一人いました。私は契約の箱の本物見たことあるんです。いつも見てます。今日も見てきました。今も見てます。なぜでしょうか。私たち全員が契約の箱なんです。旧約聖書の時代は一つの場所、一つの定められた場所でしか主の臨在が表されなかった。しかし新約聖書の時代、イエスの血潮を通し、私たちの心は主が住まわれる誠の聖書になりました。そしてパウロは、我らは主の宮、主の神殿と呼んでます。つまり神殿であるということは、主が私たちの中に住まわれるんです。なので私たちが行くところに主の臨在が運ばれていくんです。私たちが行くところに神の栄光が表されることを感謝します。なのでこのオベデエドムの祝福が私たちのうちに望みますように。そしてこれはオベデエドムっていうのはですね、オベデっていうのは礼拝者、使えるもの、エドムっていうのはですね、後のこの別の預言書などを読んでいくと異邦人とも書かれているんです。だからそれを訳すと異邦人の礼拝者と訳すことができます。限定的に異邦人の礼拝者の中に主の臨在がとどまる、これが実は今全世界の異邦人の教会において起こっていることです。ユダヤ人、イスラエルで臨在が回復する前に主は異邦人の中にそれを表されます。すべての諸国で主ご自身が偉大なリバイバルの働きをし、そして何が起こるんでしょうか。これは私たちが教会を大きくするためだけの臨在ではありません。私たちのビジネスが成功するためだけの王国のリバイバルではありません。2週間前のメッセージでも言いました。皆さん、リバイバルにはゴールがあるんです。もし私たちが自分の成功のためだけのリバイバルを求めるなら、これは自己中心的なリバイバルになります。しかしリバイバルのゴールは何でしょうか。それは福音が全世界に述べ伝えられ、そして異邦人の完成からイスラエルの救いに到達し、イエス様が再び戻ってこられる。リバイバルは回復です。なのでイエス様がこの地上に足をつける、その時に本当の回復が起こることを感謝します。なのでこの今異邦人の中に恵みが注がれ、このように臨在が回復しているのは、これは私たちが喜び楽しむでものであると同時に、これは私たちだけがこれを楽しむのではなく、この福音を最終的にイスラエルまで返していく、彼らのとこまでその臨在が運ばれていくようになる、そのことを一緒に心に覚えようでありませんか。ダビデはその噂を聞いたんです。ユダの家エルサレム、本当にそのところでその噂を聞きました。一緒に12節読みましょう。はい。主が神の箱のことでオベデエドムの家と彼に属する全てのものを祝福されたということがダビデ王に知らされた。そこでダビデは行って喜びを持って神の箱をオベデエドムの家からダビデの家町へ運び上った。アメン。まあ、オベデエドムの家というのも実はエルサレム内なんです。私はですね、この辺がオベデエドムの家ではないかと言われる場所に行ったことがあります。でですね、驚いたんです。私たちはですね、すごくこのダビデの家まで距離があったんだろうと思います。しかしですね、実際にエルサレムに行くと、これはですね、この教会から新宿駅の南口ぐらいまでの距離ですね。まあ、ネットで礼拝している方はですね、それがどれぐらいの距離かわからないと思いますが、東京駅から大手町ぐらいの距離ですね。まあ、それもっとよくわからないかもしれませんが、まあ、2キロ3キロです。本当にもう目で見えることができる距離です。そこまでは車で行くことができたんです。でも最終的に最後の2キロ3キロは主の方法でなければ進むことができませんでした。どのようにしてダビデは主の契約の箱を運んでいったんでしょうか。13節一緒に読みましょう。はい。主の箱を担ぐ者たちが6歩進んだ時、ダビデは肥えた牛を生贄として捧げた。アメン。主の箱を担ぐ者たちが6歩進んだ時、そこで全焼の生贄を捧げました。皆さん、今まで車で運んでたんです。車は速いです。人が運ぶよりももっと速く進みます。しかし主が取られた方法は人が思うよりももっとゆっくりな方法だったんです。しかも彼らが6歩進んで、その時に生贄を捧げた。皆さん、牛が燃えるのってものすごい時間かかりますね。
しかしそこで生贄を捧げなければならなかったんです。六歩進んだ時っていうのはこれ一度だけとも読むことができる言葉であると同時に六歩ごとにとも訳すことができる言葉だからどっちかわからないんです。どっちかなんですけどとにかく六歩進んで礼拝を捧げ、私は六歩ごとにだと思うんですね。で実は私たちの毎日の歩みにおいても六歩ごとに立ち止まり礼拝するこの歩みが大切なんです。なぜでしょうか。イスラエル人たちはですね日に3度礼拝してました。まあ、エズラはですね詩編119編を編集したんですけど彼は1日に7回も礼拝してたんです。しかし基本的にイスラエルの民は日に3度は礼拝をします。で聖書に書かれているのは朝の9時の祈りの時間って書かれてますね。そこから午後は何時でしょうか。3時の祈りの時間って書かれてるんです。6時間です。まあ、その流れでいくと夜の祈りの時間は規定がないんですけど9時の時間、つまり6時間進むごとに主の御前に礼拝する、 6歩進むごとに主を褒めたたえる。皆さんこのような歩みをしてみませんか。最低でも1日の中に3度主を礼拝する。もう3度礼拝することができなかったらもう3回ご飯食べる前に必ず主を礼拝する時間を設けてみてください。私たちは時間がないと思いながらも意外と時間ってあるんです。なので職場に行く前、まあ、9時じゃなくてもいいんですけど職場に行く前のその朝の時間をまず礼拝を持って始めていく。それが時間はそれぞれもう長さ短さはですねそれぞれの生活のこのペースによるかもしれませんがぜひこのように祈ってください。それは主よ今日あなたの計画を教えてください。あなたの語りかけを聞き父よあなた様の心を行うことができますように。私は毎日そのように祈ります。今日一日の計画を教えてください。そして今日どうか主がこの手を用いてくださり癒しを必要としている人のためにこの手を使ってください。この手が人々に手を置いて祈るとき癒しが解き放たれ励ましを必要としている人々のためにこの手を用いてください。この手が人々に手を置いて祈るとき主からの励ましが人々に望みますように。今日祈りにおいても祈るべきことを主が教えてください。私が関わるべき人を主を示してください。今日一日を通してもお父さんあなたの御心を行っていきたいです。ぜひそのように私たちが祈り始めるとき一日一日に対して主が計画を与えてくださることを感謝します。で職場に行って、まあ、この昼の時間でもいいですし午後の時間でも構いません。また主の御前に礼拝捧げるんです。主よこの休み時間私はスマホのために時間を使うのではなくこの時間をもう主を礼拝するために使います。もう短くても礼拝できます。例えば詩編を一編朗読しそこから主を褒めたたえこの午後の時間も主に信頼します。どうか私の働き歩みを導いてください。そして家に帰ってまた寝る前に礼拝する。一日六歩進むごとに立ち止まり主を礼拝する。六歩進むごとに立ち止まり主を礼拝する。そのことを通して私たちの中に主の臨在が回復していくようになることを感謝します。そして私たちは日々この全焼の生贄つまりイエス様の十字架に立ち返る歩み、毎日毎日イエス様の十字架に立ち返り続ける必要があります。その時に今度初めのテーマとこの逆のことになります。初めはもうバカ騒ぎする礼拝、同じようにですねダビデはもう力の限り踊ったんです。しかし今度は主に受け入れられる礼拝となりました。14節一緒に読みましょう。はい、ダビデは主の前で力の限り踊った。ダビデは天布のエポデをまとっていた。アメン。もう力の限り踊り礼拝し主を褒めたたいたんです。しかし今度は主に受け入れられる礼拝となりました。その大きな違いは何でしょうか。それは全焼の生贄があったかないかということです。つまり十字架を通ったかどうかということです。私たちが自分を満たす礼拝をしているのか、自分がもう心が何か興奮するような礼拝を求めているのか、そうではなく自分の肉を十字架の前に下ろし主の十字架を見上げその十字架を通して主ご自身を礼拝するのか、この十字架を通った礼拝が主ご自身が喜ばれる礼拝であり受け入れてくださる礼拝であることを感謝します。
なぜこれが十字架を通った礼拝であると言えるんでしょうか。ダビデの服装においてそれが分かります。ダビデがですね、不思議な服装をするんです。なんて書かれてますか。力の限り踊ったんですけど、ダビデは天布のエポデをまとっていた。ダビデはやっちゃいけないことをしました。これは旧約聖書の律法においては絶対やってはならないんです。サウルはこの罪によって神から王位を断たれたんです。祭司の代わりをしたんです。エポデというのは皆さん、これ祭司が着る服です。ダビデはなんと祭司の服を着て踊り始めたんです。しかしこれが主に喜ばれたんです。なぜでしょうか。これはダビデは一つの啓示のゆえにやったからです。十字架を通った者たち、ダビデが見ていた礼拝は新約聖書の時代、教会の時代の礼拝を見ていました。そこで礼拝する者たちは、私たちは十字架を通し罪から解放され、なんて書かれていますか。私たちの身分は王であり祭司である。そうです、ダビデは王でありながら祭司の服を着たんです。つまり新約聖書の礼拝者たちの姿を見て、啓示のゆえに礼拝をしました。それが主に喜ばれる礼拝となったんです。この力の限り踊った、ぜひですね、踊りの領域もますます礼拝の中で回復していくことを信じます。すでに今この礼拝の中でたくさんの踊りがされていることを感謝します。そうです、皆さん、踊りっていうのはとても重要な要素なんです。そしてもう数十年前にイスラエルからですね、まあ、その当時イエス・キリストを信じていた人は少なかったんですけど、メシアニック Jew の人が日本に対する情熱を与えられたんです。そして飛行機に乗って東京に来たんです。で、東京に来たんですけど入国はできないで、その空港からまたイスラエル帰ったらしいんです。でも日本のリバイバルっていう思いが与えられて、そしてイスラエルから日本に来たんですね。彼が本を書いてるんです。で、彼が飛行機の中でも明確に主から与えられた日本のリバイバル、それは日本のリバイバルは歌舞伎が用いられるっていうですね、あの伝統の歌舞伎ではなくて、このまずは日本人たちの賛美です。日本人たちの歌、そして日本人たちの踊り、日本人たちが喜び踊る、そして日本人たちのこのアート、ありとあらゆる技術を用いて、本当に日本人たちの感性を用いて日本人の中にリバイバルが起こる、そのことを幻として受けて、この本に書いた本があるんですね。皆さん、ぜひこの賛美の領域が回復すると同時に、この踊りの領域がますます用いられていくようになることを願おうでありませんか。天の踊りを踊る者たち、天の踊りってどういう踊りか分かりませんが、でも天の啓示を受けるんです。全部のアート、そして踊り、音楽、その後ろにあるのは霊的な力です。何かのインスピレーションによって全てのことがなされます。世の人々は神からのインスピレーションを受けられないので、何から受けるんですか。悪魔からのインスピレーションを受けるんです。ありとあらゆる汚れたそのインスピレーションを受け、それを賛美にし、また踊りの中にも性的なこの動きとかですね、悪魔のを礼拝するような動きとか、そういうのをインスピレーションで受けて踊るんです。皆さん、この旧約聖書から見ていくと、必ず偶像礼拝のところには踊りがついてるんです。また主の礼拝のところにも踊りがついてるんです。踊りと礼拝はセットなんです。だからですね、去年イスラエルに行った時に多くの人々に啓示として与えられたのが、これから日本の祈りの家から踊りが解き放たれるようになるということです。日本の祈りの家から賛美が多く生まれているんですけど、それと同時に日本の祈りの家から主を礼拝する踊り、ダンス、その舞が解き放たれるようになっていく。そしてそれは天の舞を見て、聖霊様は実は待っておられるんです。待っておられるって、私たち待ってるわけじゃないですよ、踊られるお方なんです。そうです、創世記の初め見ると、大いなる水の上を聖霊が覆っていたと書かれているんですけど、別訳には待っていた、踊っていたと書かれているんです。大いなる水の上を聖霊様が踊ってたんです。聖霊様って踊るお方なんです。イエス様を身ごもったマリアがバプテスマのヨハネに会いに行った時、お腹の中でバプテスマのヨハネ何したんですか。
踊ったんです。だから聖霊に満たされると私たちの中に喜び踊りが起こるんです。皆さん、だから本当にこの喜び踊るということを私たちは礼拝の中で回復しようでありませんか。私たちはそれを傍観するものではなくて、もう力の限り踊るもの。これからますます春になり夏になります。ぜひこの教会の第三礼拝においては皆さん半袖で来てください。もうセーター着てきたら後悔します。あんまりにも温度が高すぎる。しかし私たちはもう力の限り主の臨在の中で主を喜び踊る。そしてこのダンスを導く人たちはますます天の踊りを見、聖霊様からの踊りのインスピレーションを受けてそれを表していく。そしてもう賛美と踊りが一つとなって王であり祭司としての私たちの務めが果たされるようになっていく。そのようにして礼拝が回復していくようになることを信じます。しかしですね、これを私たちが あんなに汗かいて、あんなに声枯らして、あんなに何かもう狂ったように踊って、もうはしたない、恥ずかしい、そのように思うようならどうでしょうか。実はそれを見たのがダビデの妻となっていたミカルです。一緒に見ましょう。16節17節、まあ、この15からじゃあ17まで読みましょう。はい。ダビデとイスラエルの全家は歓声を上げ、角笛を鳴らして主の箱を運び登った。主の箱はダビデの町に入った。サウルの娘ミカルは窓から見下ろし、ダビデ王が主の前で跳ねたり踊ったりしているのを見て、心の中で彼を蔑んだ。こうして彼らは主の箱を運び込み、ダビデがそのために張った天幕の真ん中の場所に安置した。それからダビデは主の前に全焼の生贄と和解の生贄を捧げた。アメン。ついに契約の箱はダビデの町シオンに到着しま ですね。その時、まあ、この15節見るともう歓声を上げ、私は叫び声を上げますね。礼拝の中で叫び声を上げて、ある方にとってはうるさいと思うかもしれません。でも皆さん、ぜひですね、うるさいと思うとき自分も上げてみてください。大きい声で何が起こるんでしょうか。主の喜びがやってくるんです。もし礼拝がうるさいと思うなら、ちょっと今日立ち止まって天国に行くかどうか考え直してみてください。主の声は大水の音のようであった。雷鳴の轟きのようであり、天国には大きな叫びが起こるんです。だから天は皆さん叫び声に満ちてるんです。それであるなら、私たちはその天の礼拝をこの地上で表すために、時には叫び声を上げなければなりません。実は私の息子もですね、この2017年になってからですね、天国の幻を多く見るようになったんです。でですね、ある時から、もうこれ前明かしたと思うんですけど、してないかもしれないし、どこでしたかわからないので、いつでもですね、私はもう同じこと何度も何度も言うんですけど、初めて聞いたような感動で聞いてください。まあ息子がですね、ある時から大声で賛美し始めたんです。でもう前にいるワシップリーダーよりも大きな声で賛美し、そして手を挙げて礼拝するようになったんですね。でそれが何週間も経ってからですね、息子が理由を言ってくれたんです。パパ、なぜ僕があんな大きい声で礼拝するか知っていると。そうすると、なぜって聞くとですね、2016年から2017年のカウントダウンの祈り会に参加してました。その時にですね、ここで礼拝していると上から言葉が降ってきたらしいんです。それは、私はあなたが礼拝することを喜ぶ、あなたの声を上げて礼拝しなさい、手を上げて礼拝しなさい、その言葉が降ってきて、なんとそれが自分の体に入ったらしいんです。そしてもう一つ、天国のことを人々に教えなさい、その言葉が降ってきて体に入ったらしいんです。その時以来、天国の幻を見るようになりました。そして多く天国のことを教えてくれるようになったんです。例えばもう召された人、この教会の兄弟姉妹もそこにいたよと。私の、まあ、妻のですね、父もイエス・キリストを最終的に信じて、そして召されていきました。でですね、まあ、このそのお父さんを見たと、天国で釣りをしていたというんですね。そんなことありえないと思うんですけど、妻に聞くと、実は妻の父は釣りが好きだったらしいんです。息子は一度もその召されたもおじいちゃんに会ったこと、まあ、このもう
生まれて数ヶ月で召されてしまったので、会ったことないにもかかわらず天国でそのような情報を受けてくるんですね。その他にもですね、たくさんのことを天国で見てきてそれを明かしするんですけど、チャーチスクールでは15分ぐらい子どもたちに対してですねメッセージを語り、天国のことをいろいろこの教えてくれるんですね。そうです、本当に神様が今幼子たちにこの天の啓示を与えておられることを感謝します。そして息子も見てきて、またその山川家の子どもたちも見てきたんですけど、天に自分たちの家があった、同じ証言をするんです。でもまだ建てる途中だったと。確かに自分たちの家っていうのは分かったけど、まだ建て上げる途中。なぜでしょうか。私たちにはまだこの地上でしなければならない使命が残っているからです。それなのでぜひ皆さん、天国の家が完成する、天に憧れを抱き報いを本当に覚えて、この残りの人生を一日も無駄にすることなく主のために捧げようではありませんか。そしてこれからこの中においても天の啓示を次々と見る人々が起こされていくことを信じます。天にアクセスする者たち、そして天において主の戦略を聞く者たち、ビジネスにおいてのアイデアを聞き、また演奏においての主から天の音を聞いてこの地上に解き放つ者たち、ミュージシャンたちはですね、この世の音楽を真似て教会音楽を作っていくのではなく、むしろ私たちはもっと優れた天の音楽を聴くことができる者たちなんです。なのでその天の音を聞いてそれを地上に解き放っていく者たち、聖霊様のダンスを見て、聖霊様がどうやってダンスされるかわからないんですけど、聖霊様にあるインスピレーションを持ってダンスを作る者たち、アートをする者たち、またこの世に主の臨在を運んでいく者たち、そのような人々が侵されていくことを祝福したいと願います。そのために私たちはミカルのような霊障するそのような心ではなく、主の臨在を尊ぶ心が必要です。もう一つ付け加えるんですけど、角笛も吹き鳴らしたんです。私は、人によっては礼拝の中で角笛があるのが嫌だっていう人もいるんです。何か洗練されてないっていうようなですね、でも私は角笛が大好きなんです。ぜひ皆さん角笛を吹いてください。でもみんなが吹くと無秩序になるかもしれないので、吹くときには吹いて、吹かないときには吹かない。でもですね、詩編の中に主は角笛とともに登っていかれたと、角笛の音とともに登っていかれた。私たちは礼拝の中で角笛を吹き鳴らすとき、そこに突破する力がもたらされることを感じます。なのでぜひですね、この角笛を持っても主を礼拝する。最終的にまとめいきましょう。ミカルはその臨在を軽んじたんです。そんなことやっても馬鹿らしい、つまらない思いました。嫌味まで言いました。20節一緒に読みましょう。はい。ダビデが自分の家族を祝福するために戻ると、サウルの娘ミカルがダビデを迎えに出てきた。イスラエルの王は今日本当に威厳がございましたね。ごろつきが恥ずかしげもなく裸になるように、今日あなたの自分の家来のはしための目の前で裸におなりになって、すごくセンスの高い嫌味を言います。とにかく帰ってですね、もう喜んで、もうやった、主の臨在が帰ってきた、最も喜ぶ、記念すべき、そして全ての民を祝福し、家に帰って待っていたのが妻の嫌味です。そして言うのは、恥ずかしい、裸になってゴロつきみたいに、本当に気が狂ったように踊って、王としてそんな威厳がない、私はサウルの娘、サウルを見て生きてきた、彼は王らしく振る舞っていた、しかしあなたはもうそこら辺のもう道端にいる人たちと同じように踊り狂って、もう恥ずかしい、王としての威厳がない、嫌味を言ったんです。ダビデは裸になっていたんですか。裸ではありません。エポで着ていたんです。しかしミカルの目にはそんなものが価値のないものに見えたんです。主を礼拝することが取るに足りないこと、なぜでしょうか。彼女はサウルの娘と書かれているんです。サウルは40年間一度も主の臨在を顧みませんでした。そんなもの必要ではないと思ってたんです。それよりも自分の王権が立つこと、自分の働きがうまくいくこと、自分の名声、自分の栄誉、それを追い求めました。その同じ DNA をミカルも継いでたんです。それなのでこのダビデが心を尽くして主を礼拝する、それをもう恥ずかしく思い、それに対して嫌味を言いました。すると
ダビデは何て言いましたか。21、22朗読しましょう。はい、ダビデはミカルに言った。あなたの父よりもその前科よりもむしろ私を選んで主の民イスラエルの君主に任じられた主の前なのだ。私はその主の前で喜び踊るのだ。私はこれよりもっと癒しめられよう。私の目に癒しく見えてもあなたの言うそのはしためたちに敬われたいのだ。アメンでたいのだ。アメン。そうです、主の御前に踊るのいるのだ。踊らずにいられようか。主の御前にいるのだ。すべてをかけて礼拝するんだ。ここに主に対する態度が分かります。サウルは主が何のためにいたんですか。自分のために主がいると思ってたんです。自分の王権のため、自分の成功のため、そして自分がうまくいっている時には主に頼らず、自分がピンチになると主に頼る。つまり自分のために主がいたんです。しかしダビデは逆です。主のために自分がいる。主の前なんだ。私の王権よりも主の方に権利がある。私が王であることよりも主の方がはるかに上である。その前にいるのだ。私の冠を投げ捨ててでも、裸のようになっても主を褒めたたえ、主を礼拝するんだ。ダビデは絶えず心の中心に主ご自身を、神をお迎えした王でした。そしてこの23節は予言的な宣言です。これをもって今日終わりたいと思います。一緒に朗読しましょう。はい、サウルの娘ミカルは死ぬまで子供がなかった。アメン。この一節皆さんいるんでしょうか。なぜこれを書いてるんでしょうか。私たちが主の臨在を軽んじ、主の臨在を蔑むとき、もはやそれ以上霊的な子孫が生まれなくなるんです。もはやそれ以上主を愛する民が起こされなくなります。なのでこの23節はあえて聖書に書かれている予言的な宣言です。皆さん、私たちは信仰の子孫を生み出す者たちです。この時代にダビデが多く起こされていくことを信じます。そのために今日ダビデの心を受け取ろうでありませんか。それはもう何があっても主を礼拝する、何があっても主を褒めたたえる。本当に最後にですね、そのように私たちは礼拝したいと思うんですけど、何の準備もなくてできないかもしれないんですけど、さあダビデがしたように、はい、それをですね、賛美する中で何が起こるかというと、私たちの中からウザの心、そしてこのアフヨの心、ミカルの心が断ち切られていくように。もうセーター着て脱げる方は早めに脱いでおいてください。もうこれ何の打ち合わせもなくやるので、演奏チームが本当に困ると思うんですけど、しかしその賛美をする中で私たちの中から宗教の霊が断ち切られていくように、私たちの中から主の臨在に対して眠っているその眠りの霊が断ち切られていくように、主の臨在に対してもう無関心無感覚になっているその力が打ち破られていくように、そしてダビデの心が回復されるように求めようでありませんか。今一緒に立ち上がります。そして角笛の音とともにしばらく祈りましょう。ではお願いします。角笛を吹き鳴らします。シュWe'll be right back.
ぞ。さあダビデが、さあダビデがしたよ。今この賛美の中で私たちが宣言するとき、私たちの心の中に主に対する生ぬるさ、主ご自身の臨在に対する上乾きのなさ、すべてミカルの霊性、また私たちの力が真ん中にあるウザの力が砕かれることを宣言します。私たちの中にダビデのような礼拝の心が回復され、主の臨在を何よりも喜び踊るこの時代のダビデが立ち上がることを宣言します。今私たちはその宣言をしたいと思いますが、もう一度角笛を吹き鳴らし、その中で主よ、私は礼拝者としてあなたに捧げます。あなたの礼拝の礼を我のうちに注いでください。そのように宣言しになりたいと思います。一緒に祈っていきましょう。はい、主よ、あなたの栄光がこの時代に最も力強く回復されることを感謝いたします。そのために私たち一人一人をこの時代のダビデとして用いてください。全てをかけて日々の生活の中であなたを愛し、あなたの臨在の中に生き、あなたの臨在を尊び、あなたの臨在を愛する、そのあなたを礼拝する礼拝者として私たちを用いてください。イエス様、そしてあなたの栄光だけが残りますように。あなただけが私たちの栄光、賛美、礼拝を受ける唯一のお方であられることを感謝します。すべての栄光をイエス様にお返し、感謝を持ってイエスキリストの名前を通してお祈りいたします。アメン。大きな拍手を主に送りましょう。アメン。
ね。そして感謝を持ってですね、2月最後の日曜日ですので、23献金ですね、これは宣教師、またさまざまな働き人たち、特にですねこの教会外の祈りの家を運営している小さな教会であったり、また戦いの中にある働き人を祝福していこう、そのような祝福の種としてまく機会とされています。ダビデはですね、主にあって礼拝が褒められたんです。すごく礼拝祝福され、本当に私の心にかなう王だって言われたんです。で皆さん、ダビデが主から一つだけこのこと以外はよくやったって言われたことがあります。それ何か知ってますか？ダビデはこのこと以外はよくやったと。でもこのことは私の心にかなわなかった。それはウリアに対してのことですね。バテシェバの夫ウリア、彼を戦場に送り出して何したんですか？ダビデの指示で全員兵士が後ろに引いたんです。そして戦場でそのイスラエルの忠実な兵士が死にました。そのことは私の心にかなわなかったとはっきり言ったんです。私たちはですね、宣教師をサポートし、宣教師を送り出します。送り出す時には華々しく宣教師たちが使わされていきます。しかし数年経つと、宣教師のために祈ることもサポートすることもやめてしまう。それはある意味によって戦場に送り出して一気に引くダビデと同じです。それは主ご自身の心を悲しませることとなるんです。なので今日捧げる捧げ物が宣教師たちのところに届いてきますように、彼らが経済的においても霊的においても精神的においても励ましを受け、彼らがその宣教地において大胆に主の働きをすることができるように、この私たちの捧げ物、主のその働きのために用いていただこうでありませんか。共に、これは自由のもう捧げ物になってまして、1ヶ月にですねそれぞれ集める分がありますので、すでに礼拝の捧げ物を捧げました。これはそれぞれ この進んで捧げる捧げ物として捧げたいと願います。前にこのボックスがありますので、それぞれ自由に捧げていきましょう。我が魂、主はよりを語る、主はよりを語る。
します。天のお父様ありがとうございます。一人一人の私たち持てるものを持って捧げたこの捧げ物を主の栄光のために使ってください。特に主よ、あなたの心を持って使わされていっている宣教師たちを覚えます。小森宣教師をどうかミャンマーの地で祝福してください。アハゴン姉妹、本当にアハゴン宣教師、どうかこのエルサレムで彼女が取りなし祈りを通して、どうか主よ、あなたが帰ってくる日を早めることができますように。彼女を本当にエルサレムで強め励ましを与えてください。ミラノで使える厚み宣教師を祝福してください。その他にもこの教会から使わされていっている大森宣教師、その他にも本当に一人一人の宣教師覚え祝福いたします。どうか彼らが本当にその場所、日本中から使わされている宣教師たちがその場所で神の栄光を表すことができますように。また祈りの家が日本中に立ち上がり、日本のリバイバルは必ず祈りの家を通し始まっていくことを信じます。いろんな地域で主よ、あなたの訪れを待ち望み祈る者たちをこの経済を持って励ましていくことができますように、立て上げていくことができますように用いてください。主のご栄誉のために用いてくださることを感謝します。捧げた一人一人に幾倍もの祝福が注がれることを宣言いたします。力あるイエスキリストの名前を通してお祈りいたします。アーメン。ハレルヤ、大きな拍手を送ります。お互いに挨拶を持って、できるならハグを持って、拍手を持って一緒に言いましょう。アフヨの愛ではなく本当の兄弟になろうと。長いので愛しますでいいです。一緒に愛しますと挨拶しましょう。